はい、今回ですね、熊本のクラフトビール、熊本クラフトビールでメルテン、こちらの方ですね、飲んでみようと思います。で、こちらの方に書いてるようにビエナモルトを 40% 使用したメルテンビアということですね。3月仕込みの、3月仕込みの意味みたいですね。はい、ドイツ語で言うと。で、モルトの深い味わいを楽しめる限定熟成ラガーというふうに書いてます。そして原材料の方が麦芽ドイツ産でホップで、アルコール分が少し高めの 6% というふうになっています。それではこれからビール注いでいこうと思います。ちょっとですね、溢れてしまいましたけども、ビールですね、このような感じで、色はですね、結構濃いめのこの茶色い感じの見た目で、少しですね、まあ、透明感どうですかね、それほどなくて濁ってて味が濃そうな感じでですね、すごく美味しそうです。うん、それではちょっとですね、飲んでみようかなと思います。はい、うん、今飲んでみてですねすごくフルーティーな香りではないんですけども、こう飲んでるとですね、うん、爽やか、ちょっと甘いですね、香りもありながら苦味もあって、でコクがあるんですけれども、こう後味がですね、うん、甘さとこの程よいフルーティー感が残っていて、で苦味がですね、飲んだ時には程よくあるんですけれども、後味にこの嫌な苦味が残ってなくて、すごくですね、美味しいですね、これも。うん、前回ですね、熊本クラフトビールのダークラガー飲んで、そちらもですね、コクがあって、すごく美味しかったので、良かったです。うん。まだ他にもですね、なんか種類あるようなので、今回は、メルツェン飲みましたけれども、これも美味しかったです。うん。また機会があったらですね、熊本ビールのですね、クラフトビールの違う種類も飲んでみたいなと思いました。はい。とりあえず今回これ飲んでみて、すごく美味しかったので、もし熊本方面行くときですね、こういった熊本クラフトビール、お土産なんかにもいいと思いますし、クラフトビール好きな方には結構気に入るタイプのビールだと思うので、ぜひですね、飲んでみてください。うん。これ美味しかったです。